階級省中華人民共和国元帥は中国人民解放軍の階級の一。1955年から1965年までの間、中華人民共和国大元帥の下、大将の上に置かれた。中華人民共和国の建国後、日中戦争及び国境内戦において多大な貢献をなした中国共産党の軍事指導者に授与された。階級省は、 近似に銀色の大きな合格性1個と、その上に国章を配したもので、ソ連邦元帥の階級章に影響を受けている。共和国元帥の階級は1955年2月8日、第1期全国人民代表大会常務委員会第6回会議において、中国人民解放軍将校服務条例が可決され、解放軍に階級制度が導入された際に設けられた。 同条例では、人民の武装力を建設、領導し、あるいは、戦時軍団の作戦を領導し、卓越した勲功を建てた高級召喚に授与すると、規定され、また、全国人民代表大会常務委員会の定定を、経て、中華人民共和国主席命令により、授与されるとされた。同年9月23日、第一期全人代常務委員会、第22回会議の決定により、 10名の軍人が同時に任官した。9月27日には、北京中南海海人堂において、授与式典が挙行され、毛沢東国家主席から減衰階級と勲章が授与された。しかし、文化大革命直前の1965年5月、遊撃戦争を主体とする毛沢東軍事路線への転換により、階級制度は廃止された。 その後1988年に階級制度が復活するが、元帥の階級は設けられなかった。これは平和な時期と戦争の時期とは異なる考慮がなされると説明され、元帥は戦時の階級とされたためであり、廃止されたまま現在に至っている。一方で、旧条例では、軍の階級は終身の称号との規定があり、また新階級制度の採択に際して、 旧制度で授与された階級が再確認されている。1955年、次の10名が同時に任官し、彼らは合わせて10大元帥と呼ばれる。全員、一級81勲章、一級独立自由、勲章及び一級解放勲章を受勲している。首都区と林平ととガルーとチンキとは1927年8月の南小期議参加者であり、以外は、 聖光山同士である。ラヒサシカは、同年9月の収集危機器参加者で聖光山同士である。ジョムキマイト、ジョウヒサシイは、同年12月の公衆危機器参加者である。ホ徳会は1928年からの聖光山同士であり、当時の第5軍長として、第4軍長取得と棄権していた。10名いずれも中華ソビエト共和国に参画している。 岩波新書、中国近現代史によると、五大元帥というものが存在する。この書物によると、その一人は、上久差い至るとされているが、他の四人が誰であるかは不明である。中国人民解放軍軍艦服役条例、全国人民代表大会常務委員会館を授与、中華人民共和国元帥軍国民的決議、 中国人民解放軍軍区組未成平松66ページ平松78ページ平松78から79ページ1989年ジョム向前と上久し至るは元水の称号を付されて報道されている平松86ページ中小島丸山255ページ5大元水が 10人の中の序列としての上位5人で、あるならば、その5人に、上久し至るが入ることは取得を筆頭とする上記の、表の序列と大きく異なることになる。なお、陳記が死去した後の毛沢東裁判人の時期に、解放軍で地位を維持していた5人ならば、取得、劉白将、序向き前、上久し至る、要件営が該当する。ありがとうございます。